中国最大規模の広さを誇る北京動物園。多くの来園者でにぎわう北京でも有数の観光名所です。一番の人気者はもちろんパンダなのですが、先日そのパンダが脱走を試みて大騒動となりました。目撃者によって撮影されたこちらの映像。塀の上から顔を覗かせ辺りを見回しているパンダ。塀に上がり外に出ようとする素振りを見せるパンダに来園者たちは。周辺は来園者の悲鳴や警備員の大声で騒然となりました。また何人かの来園者はこれまでとは違う場所に出てきたパンダの姿に驚きながらもスマホで撮影しようとしています。脱走を試みようとしたのはジャイアントパンダのホーランです。ホーランは6歳になるオスのパンダで、人間でいうと18歳くらい。ホーランが普段過ごしている運動広場の周辺は高さ2メートル以上の柵が設置されていて、通常であれば越えることはできません。この日は遊具のボールを踏み台にして柵を乗り越えたと見られています。そしてついにここを飛び降りれば脱走成功という場所まで来ましたが、その高さにおじけづいたのかホーランは引き返していきます。その後飼育員が餌を使い、ホーランを檻までおびき寄せて一件落着となりました。越狱的大熊猫吗？它看起来确实挺活泼的。ジャイアントパンダのホーランが見せた真冬の大冒険。北京動物園の担当者は、ホーランの冒険の旅は今回だけで、次はありませんとコメントしています。大熊猫。はい。大熊猫。